おはようございます。また屋上にいて、また下の年賀をどうするかって考えてる。で、一応この入り口を広げたらギリギリ軽トラが入るから、軽トラをここまでしようと思ってたけど、今思いついたらあっちまで軽トラ入れたら数人かが集まってくれたら、みんなレンガを軽トラにもう投げて乗せてから軽トラが行っちゃって、多分軽トラ2台ぐらい借りたら交代交代で入ってるから、西原に無料でしてるところがあるから、数人、まあ 5人か10人人数が集まればなんかどかせるかなと思っていってる。で、その作業が終わってから上に来てからパーティーしようかなと思って、夕日がこっちから綺麗に見えるから、こっちでバーベキューして、ちょっと音楽、もういきなサイモンのウクレレ、もうちょっと上手な弾ける人が聞いてくれたらいいかもしれないんだけど、ちょっと楽しい一日、その作業を楽しい一日に変換ができるかなと今思ってる。なんかいいアイディアかな。ちょっとコメントどうぞ。はい。